こだよな。なんか中華街の地下ってなんかすげえ怪しいとこだな。オリバーさん、オリバーさん、ほらチンパンジーと人間の中間の存在の猿人間です。霊能力のある世にも珍しい猿人間です。そうなんですね。オリバーさん、日本語はお上手ですね。世界中の人と会話することができます。私は今こうやって喋っているのは私は日本語を体得しているわけではなく私はとこう霊力を使って一緒にいるんです。そうです、すごいですね。お帰りください。あ、はい、こんなものしかありませんが。私は人間様と喋れることはすごく怖いなと思っているんです。私はチンパンジーのお母さんと人間のお父さんの間に生まれた猿人間です。私の父はチンパンジーの母と愛し合ったことをあれは冗談だと言いました。そうなんですね。周りの人たちにあれは面白いかと思ってやったって言いました。マキオさん、私は見にくい存在ですか。マキオさんから見て、いえいえいえ、そんな僕はオリバーさんの力を借りに来たんです。オリバーさんのお力すごく頼りにしてます。私は人間の力になれることをすごく誇りに思っています。私はだから頼ってくれる人には必ず精一杯尽くし最低限のお金でその作業をしてきます。ありがとうございます。マキオさんはこうやって私を見て喋ってくれていること自体に私は感謝しています。僕猫の霊を下ろしていただきたくて。ええ、動物の霊を下ろして人間と会話させることができるのは猿人間の私だけです。実家で飼ってた猫のみーちゃんに会いたいんです。わかりました。今からみーちゃんを私の半猿に下ろしたいと思います。半猿？半猿？ああ、半猿。あ、すみません。何をしましたか。あ、ごめんなさい。今私はもう少しみーちゃんを呼ぶところでした。あ、そうだったんですね。あ、すみません。いや、途中で止めちゃダメですか。あ、いや、止めたつもりはなかったんですけど。ダメです、マッケさん。ごめんなさい。あ、びっくりした。いや、苦しそうだったんで。高齢というものはとても苦しいものです。危険です。回転してる歯車に竹竿を突っ込んだみたいな。そんな止め方はしないでください。そこの電源のコンセントブシッっていうような火花が見たかったんですか。いや、そりゃそうだったんだよな。びっくりしました。今私はてっきりマキオさんからお願いされてみーちゃんを呼んでいたと思ってたんですが、それは全く違ってませんよね。いや、もちろん。例えるならマキオさんに頼まれて大きな風船を今膨らましていたようなものです。大きな風船がだんだん大きくなってマキオさんのために一生懸命私は二つの肺を一生懸命膨らましていって、ようやくだいぶ大きくなったときは私から見えなくなったことをいいことに中尾さんが針でパンとされ終わって、私はボーってなって、いや、ごめんなさい、そんなつもりはなかったんですけど、いや、本当に辛そうだったんですよ。助けたっていうか、止められたときが一番辛かったです。
わかりました。すみませんでした。またお礼します。はい。早く私もみーちゃんに合わせておいてください。行きます。クラスで、みんなで卒業記念に何かワインを作ろうっていう話になって、みんなでブドウを育てて、収穫して、それを樽に入れて、熟成させて、ようやくできたワインを、みんなで瓶に入れて、コルクで栓をして、それをまた寝かせて、それからみんなが集まって、グラスにワインをトクトクトって、ついてる時に牧雄さんが牛乳を入れてきたみたいな形ですよ。すいません。いやいや、ごめんなさい。本当に助けてって言ってたから。体はすごく辛いです。勝手に言葉を喋ってることもあります。びっくりしました。何かこういういじめじゃないですよね。いや僕もみーちゃんに会いたいですから。あ、そうですか。びっくりしました。疑ってしまってすみませんでした、ご主人様。いえいえ、そうなんです。いや僕ももうじゃあもう大丈夫です。はい、お願いします。あ、じゃあちょ、あ、ごめんなさい、腰やっちゃった。ヘルニアの、ヘルニアの、あ、やばい、ヘルニアちゃん、あ、腰です。救急車なんか呼んだほうがいいですよ。いやだってもう今腰やったとか目合わせてこうやってやったから。いやいや、今のは何だろう。いやもういいですよ。いいですよ、もうごめんなさい。マキオさん、一つだけ分かりました。何か、みーちゃん向こうに何千頭と言いました。歴代のみーちゃんも。ただその中にも牧雄さんにゆかりがある。みーちゃんは言ってませんでした。これはどういうことでしょう。私にはそれは分からないんです。そちらの問題が本物だったんですね。いや、すいません、そんな猫はいません。僕こういうので今まで何回か騙されてきて、ちょっと試させてもらいました。本当に僕が会いたいのは亀の亀治です。小学生の時からもうずっと飼ってて、何十年って飼ってたんですけど死んじゃって、その亀治に会いたいんです。ありがとうございました。そういう詐欺師がいることも私は、存じ上げております。世の中にはそういうことが溢れております。ですから牧雄さんも私を試したことに対して、私は何の、抗議の気持ちも何もございません。ただ亀に私は体を貸したくはない。なんでですか。彼らはもうダメです。亀とかトカゲとか鳥も嫌だもん。差別するんですか。差別します。私は差別はします。するしされます。それはずみなこと言って。いや、でも会いたいんです。お願いします。この通りです。亀に会わせてください。もう亀は感情はないです。会う必要はないんです。いや、そこをなんとか。いや、もう彼らはもう何も会ってもしょうがないです。会ってもしょうがない。何も言わない。彼は言わないですよ。それでも会いたいです。もう石とかと同じです、彼らは。もうでも命はあるでしょ。かぼちゃです。じゃあかぼちゃです。それはそこをなんとか。汚いかぼちゃです。いや、そんなこと言わないでください。亀氏に会いたい。僕やめてください。人間がそんな私に頭を下げる。日本離れてたんです。亀氏が死んでた時、仕事で出張で、海外出張で、だから一言ごめんねって言いたいんです。亀氏に言ったと思えばいいです。お願いします。わかりました、わかりました。マキオさん、やめてください、やめてください、やめてください。わかりました。亀氏ですね。亀の亀氏です。わかりました、わかりました。
最後そばにいてあげられなくてごめんよ。おーおー、いいんです、いいんです、私を抱きしめてください。なんだよ、感情あんじゃねえかよ。好きです、好きです、ありがとう、好きです。おい飼い主、俺でよかったな、俺に飼い主幸せだったな。幸せです、幸せです、幸せです。オリバーさん、